まあいろいろやってんだけどね。それまあ転換はこういうとこ感じてる。そして彼の自分がいかに安定してるかっていう話ね。それこういう手とかボカってくるんだよね。こう来てるから彼は手止まってるっていう、そういう形で自分が安定してる。それで歩いていくんだったら歩いていく。で落とすんだったら落とす。そういう形ね。そういう形でやった方がいいんだよね。でこうね、こうやってでこう落とす。落とす。それから上がるんだったら上がる。こう上がる。そういう形ね。で自分がいかに安定してるかってことだから、あの武道ですからね。あの感づいてなきゃいけないの。感づいてる。感づいててこの手が当たらない位置にこう踏む。そして自分が安定しててこう。じゃあそれで形。転換からこう感づいてるってことね。感づいてる。そうすると両方使えるから。自分が安定してるってこと。こういうふうに傾いちゃったら。彼強いんだよね。だから触らせないでこう後ろで自分が安定してるってことで自由に動けるためにはこういう力入ってたら自由に動けないんだから、自分が固まっちゃってるから自由に動けないな、足とかね。でも力抜けてるんだ。だからなんていうの、力抜くってこと。力抜く練習だからね。だからそういうふうに力抜く練習なの。そしてこう力抜くの。力が入ってたら、力が入ってることによって自分が何、自分が不自由になっちゃう。だから力抜けてれば自分が足とか腰とか体とか動ける。そういう話ね。だから力抜けんの。力抜けんの。そうだからほら足自由でしょ。足だからそういう形、それで安定してる。そういう風にやってるのね。でこういうとこ行っちゃったら、こういっちゃった、こういっちゃったらって強いんだよ彼のね。だからこういう風に自分が安定して力抜けてる。力そういう風にやってほしいんだよ。で形があるから上の方と、上の方と下の方というのは下こう下と上で離れ離してるとね、離して向こう上じゃないの。自分の上なの。自分の上ここ自分の上だから近いの。相手が近い。自分の下なの。自分の下ってのはこう下じゃないの。自分が落ちてきてこう下の自分の下。自分の下ってこと、自分の上ってこと。あっちじゃない、こっちじゃない。そういうことね。それでこう入ってきて押した、自分の下に入ってるってこと。でここで落ちないんだよ。強いんだから。だから自分が入って自分の体重を使ってこういう自分が自由。まあそういう形ね。それを上と下やりましょう。どうぞやってください。安定してることが大事ね。安定してる。で、あの合気道の人たちってここをやっつけてあの相手を倒して俺は有利だっていうふうに思ってるんだけど、じゃないの。あの自分が考えを改めなきゃダメなっていうのはね、あの自分が安定しててこうもらっちゃない位置、もらっちゃない位置、そして自分がこの線に関係ねえよっていうふうにやって四角に入ってる。そして切ってさよならでもいいの。これあった倒したから、倒せばすごく安全なんだけど、安全なんだけど、こう安全だよね。僕は安全、すごく安全で、安全のこと安全なんだで、次来るんだけどここに来たらやられちゃうんだよ。でここよりもこうやって入ってで切ってこの手切って、僕は安全で、技よりも一番安全ですよね。あの相手を倒せば安全かもしれないけど、そういうことをだから
自分の安全を 守ってるってことをね、自分の安全を守ってこういうふうにやってさよなら、そしたら安全距離があるから彼がもう一個踏んでくる、そういう時にさよならって、そういう感じね。で倒せば安全なんだけど、自分の安全のためにやってんだから合気道って。だからそういうこともみんな倒す練習してるけど、倒すのは安全のために倒してるんだってことを分かってるってことね。だから自分が安全だったらいいの。だから距離が離れてて間合いがちゃんとしてて安全だったら全然いいの、倒す必要ないので。そういう形でじゃあもう少しあの安全ね、こう安全だよって離れてんの、畳1枚か2枚そうすれば安全だから全然平気。彼離れてるからね、こうやってこうやってそうこういう感じね、そういう感じ。じゃあやりましょう、どうぞやってください。離脱っていうんですよ、あのこういう持たれちゃってね、こうガッチリ持たれたら次が来るの、次膝来るの、あでやる前に力が入る前に離すっていうのは手なの、我々ってやってる人の手だから、こう力入ったらやられちゃうんだから、やられちゃうんだからもう一瞬でやられちゃうの、一瞬で。だからこうやって見せる、こうやって離れてるので、この離脱の方法は自分の手は外に行ってたら取れないんだよね。だから自分の中に入れてんので、深く入ってんの、ちょっと自然と取れちゃったの、こういう風にやって近い自分に近い、そしてこういう風に出すとこう自然と取れちゃった、自然とこうやって逃げちゃったら取れないんだよ、逃げちゃったら。だから入ってくるこっち、そうすればこの手ね、この手こうやってやってるだけで取れちゃうの。どんなに力入れてこうやって力入れてもね、こうやってやって向こうに出して自分の手がこういうふうにやってるから取れちゃうの。そしてさよならで、僕は安定、彼は不安定、そういう形にしてね。だから自分の中に入れてきて自分に近いところこういうふうにね、こう近いそれあはい、こう四角からこうやって入ってきてもいいよ、そしたら取れちゃうの自然と、ほら取れちゃう。だから全然こうやるなってやるよね、それと同じ、こう離してないの、離してたら取れないんだよ。だから自分の中に入れてくるの、そうすると取れちゃうの、自然と取れちゃうの、自分の近いの、体側に近いの、こう来て打ててんだけど、そしたらこう足が自由だったらこうできるよ、倒れてれば安心、時間稼ぎのためにね、あの安心なんだけど、こう来て力入った時は僕はいい位置にいるの、彼のいい位置にいるので、彼は何にもできない、だから離れれる、そういうことを考えて、じゃないとまあ、それでね、あの離脱方法っていうのはあるんだけど、こう変な音が来てさよならってやったら安心なんだよね。何も殺すことはないし、叩きつけることはないし、投げる必要はない、自分が安心してること、それが大事ね、大事、そう大事だ、そういうことなんだけどね。でいろんな形があるの、合気道の形で、投げることがすごく今主流になっちゃってるけど、そうじゃないってことね、離脱するっていう、それがすごく大事だから、離脱してる、安心安心で、これ稽古ですからね、あのこういうふうに力が入る前に自分が安心な位置にいる、そういう、見せてんだけど掴まれたら終わり、だから見せて力入った時には自分がいい位置にいるって、そういう。じゃあもう一回やって、それでやりましょう。はい、どうぞ。こうやってに逃げてるってことなのね。それからこう来た時に離れてた、こ
こう掴まれちゃったら終わり。だから掴まれないように、それで離れてこっちに逃げたとするよね。そしたらこの手待ってんの。ああ、やられちゃうの、刺されちゃうの。だから、そのためには自分が彼の中に入ってる。そして、安定してるってこと。それ初めから正面打ちだとかね、それで稽古あるわけ。で、ここから逃げちゃったら、こっちに逃げちゃったら、追っかけてくるよ、追っかけてくるよ。これ。だから、打たせるってことも大事なの。で、稽古いろいろやってんだけど、で、初めから逃げないってこと。初めからこう、逃げちゃったら、来ちゃうんだよね。捕まれちゃうんだよね。でも、捕ませて、美味しい餌を見せて、パクンって来た時には、自分がいい位置にいるって、そういうのが大事なの。それで、離れてるっていうのが大事なの。で、それは、実生活でも同じなんだよね。必ず嫌な奴っていうのはいて、必ず来るわけ。で、その時に自分がいかに安定して、そういうふうに、そういう危害を及ぼさないように自分が離れるかっていう、そういうことが大事だから。で、初めから逃げちゃったら、もうね、くしゃんだよ、俺。くしゃんだよね。だから、美味しい餌を見せて、美味しい餌、こいつはやっつけられるって思う餌を見せて、そして、こう来て、ふんって来た時には、さよなら。そういうふうにしたいわけ。ね、初めから逃げないで、初めから正面打ちで来たのを、初めから逃げたら、なんだよ。追っかけてきちゃうんだよ。だから、打たせて、打つ直前に、こういうふうに、やってんの。打つ直前に、こういうふうにやってんの。だ、逃げてないの。こうやって、逃げてから追っかけてくる。たまにニコニコして追っかけてくるんだよね。だ、そういう話ね。で、いろいろ形があるわけ。合気道の形ね。そして、こう、じゃあ、もう。したら、この手は伸ばしてないと。伸ばしてこの手を止めて、この手止めてんの。じゃあ、で、だから、こういうふうに入れるの。これがこう、いっちゃったら、もらっちゃって終わり。いくら形があってもダメ。やられちゃったの。全然やられちゃった。だからこの手を伸ばしてきて、全然関係ないよって転換の形。それから自分が歩いてきて、こういうふうに来れば、なんていうのかな。そういう四方投げの形になるのね。こういうふうに伸ばしてきて、そしてこういうふうに歩いてきて、こう足自由。こういうふうにね。ここでこうやって競争して、待ってんだよ。まあ、やられちゃう。やられ放題やられてんの。技やった瞬間にやられちゃってんの。だけど、この手を出してきて、そして自分の足がこういうふうに来れば、安心でしょ？安心。自分の競争しないってことね。まあそういう話。じゃあ、塩投げ形あるから、塩投げの形で。いろいろ裏とか表とか。やばいなーっていう感じがないと、こう、掴まれたらやられちゃうんだから。だから、こう掴まれないようにして、それから、ああ、ごめんね。こう掴まれないようにして、さよなら。で、安心。で、安心のためにやってるんですからね。やっつけるためにやってんじゃないの。だから合気道ってのは安心のために、自分の安心、自分の自由のためにやってるっていう。そういうふうに考えてるから、こう、来て、ったら、自分が自由じゃなかったら、僕は正解。正解ってのは合格じゃない、不合格。ね、だから、基礎やったら不合格なの。だから安心して、こう、彼の後ろ取ってれば安心。そしてさよならってのは安心。安心のためにやってるってことをね。だから合格は自分で点数つけるんですよ。こうやって回って、こうやって、カッと。わからないでこうやって投げたから合格じゃないんだから。投げたから、彼はサービス受け身で、こうやって下手なことやってても、サービス受け身でちゃんと取ってくれるんだよ。彼はね、彼は受け身の立場だから。だけど、
僕は安心して、安心して、こういう形、こういう形で、安定してて、で、こういうふうに足が自由で、こういうふうに来れば合格。でも、こういうふうに傾いて、この下を取らなくちゃと思ってこうやってやったら、傾いてるから不合格なんだよね。そういうふうにやってほしいわけ。で、自分で点数つけるんだから、自分がうまくやって、こう、近く、この手、ね。そして、ダメだったら、こうでもいいの。だからそういうことなの。だから別に塩投げ位置が足が止まってたらこういう形でまあくぐろと思ってるんだけど、これは不合格だからね。だからこういうふうにして外れて自由の足が自由、そしたらあのなんていうのかな、合格じゃないですか。まあそういうふうにやってほしいんだよね。でいろんな形があるから、あの塩投げの形、こう塩投げ、それでこう後ろ来たらこう足が自由だったらこういう形で、塩投げのいろいろ学びがあるんだけど、塩投げの時は足を腰を自由に使いましょう。それからあの入り投げの時は後ろ彼の後ろを通ってで自由、後ろを通って自由でさよならでもいい。それでもう後ろ通って自由の時に落としてきた。ね、それだけの話、それだけの違い。で、後ろ通って落としてきた。これだけの違いなの。そして自由に、こう来て、後ろ落としてきて、こういうふうに落としてきたって。そういうだけの違い。だから、いろいろ学びあるけど、そう、後ろ。そして落とし、あ、ごめんね。それでこういうふうに落としてきた。それだけだから。自分が安定してることが優先だってことね。自分が安定して。で、彼は受け身だから、いろんなことをやってくれるけども、サービス受けもやってくれるけど、それで自分で点数つけて、目標見つけて、そしてやってほしいってことね。じゃあ入り投げで何人かに言ったんだけど、いい位置に来てから自分がここで落としたら彼強い位置で落とすことになっちゃうので、自分がスススって入ってきて、それまで何にもしてなくてこういういい位置に来てから落とすの。そうすると崩れるので、いい位置じゃないと崩れないの。強いんだから彼。だから自分がいい位置に来ることが優先なの。で、優先というのはこういうふうにほら、全然彼がやってんだよね。自分でやってんじゃないの。自分でやるとこうなっちゃうの。落とすのは彼が自分の中に入れてんだけど、入れて下に落とすの。これを後ろに、例えばこういうふうにやって、落ちないよ。自分がこう入ってくるから、いい位置に来るからで落ちてるの。こういうふうに全然力いらないよ。ただこう自分の重心の中に入れてるだけ。自分の重心の中に入れてる。彼をこう外に出すじゃなくて自分の重心の中に、自分の重心の中にこういうふうに入れてるだけ。そうすると自然と落ちてくるんだよね、彼ね。で、受け身だからね、彼はね。いろいろサービス受け身とかいろいろやってくれるんだけど、まあそういうことですから。それで、いろんな人いますから、自分の中で、こういうふうに。自分の中で。そして中に入れてくる。これ外に出してない。出してるとこう持たれちゃってね。これ、よりどころになって、そうそう、やられちゃって。形になるから、なるべく自分の手は拠り所をしない。そして相手のなるべく相手が自分でやってるっていう風にやってほしいんですよ。あんまりそのなんていうのかな、俺がやったっていうんじゃなくて相手が勝手にやってる、そういう風にやってほしいんだよね。だから自分の中に、自分がちゃんといい位置じゃないと落とせないってこと。自分だからなんていうのかな、自然とやってるっていうかね。
そういう形で、それで正面打ちなんかでこうやってここで競ってるのやめてね、こう来たらここでもいいよ、ここでもいい、それからここで競うのだけやめてほしいの。ここでこうやってね、こうやって競わなくてこういういい位置とかね、それから競わなくて、競わなくてこういうふうに後ろ入ってきて下に落として、それからこういうふうに上がってきてこうでもいいのねで正面打ちっていうのはすごくいいの、攻撃の形だから、あの相手はここにいたらやられちゃうんだよ、絶対にやられちゃうの。だけどこっちずれてる、こっちずれてるか、こっちずれてればやられないので、こういうふうに振りかぶってくるのが、これは彼の意図でこういうふうに、でそれに合わせてこういうふうに入ってる、それに合わせてこういうふうに入ってる、この2つね、それがあの合わせとかって言ってるんだけど、その振りかぶってきた時、振りかぶって決断、まさに決断して打ってこようっていう時に自分が入ってこういうふうに、こう待ってら来るんだ。だからここ自分が防いで、これ防いで、やばいやばい、それでこういうふうに入って、そして真ん中に入れてる、そういう形ね。で正面打ちで、あの塩投げとかね、あの入り身投げとかやってみましょうか。どうぞやってください。今度はじゃあ正面振りかぶってきてボカッて打ってくるとね、ここ打ってくる。で自分の意識はこっちからこっちもらってるの、こっちからこっち、こっちもらってるの、こういうこういう、そういうふうにやって、それでこう手が嫌でしょ、この手嫌なのね。でこの手は上がった時にこういうふうになってる、そして自分はここもらうの、そうこういうふうになってこれ忘れてたらボカってきちゃうし、だけどもともとこれもらってんの、だからこうに入ってんの、そしてこうに入ってんので、その上がってきた時にここに行かないで、ここに行かないで、ここなんだから、ここここここ上がってきたらここに行かないで、ここに行かないで、ここに行かないで、ここ。それで自分の上がってきたらこういうふうに持ってんだけど、ここに行かないの。上がってきたらここなの。ここ、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 ここ。あ、ごめんね。ごめんね。そういうことね。そういうこと。上がってきたらここ。そして、これ上がってきた時に合わせてるだけ。合わせてる。自分が合わせてた。自分が合わせてるだけ。そして、ここ。そして、ここ。この二つね。この二つってかな。この上がってきたら上がって、あ、そう。上がってきたら、ここに行かないで、ここ強いから。ここにみんな行っちゃうんですよ。そうすると、これ強いから、行かないの。で、これ、力ある人は力抜いて、後ろ下がって、うん、そう、さあ、そうするとやられちゃうんだよ。やられちゃうんだよね。だから、ここに行かないで、こっちから。で、足、場所を奪って。それから、こういうふうに出す。そうすると表の一挙ができるから。本当ね、どうやって説明しようかと思ってるんだけどね、あの毎回ね、どうやって説明したらいいかなと思ってるんだけど、だけど上がってきたらここに、ここが優先だから、ここは二次的だからね、優先じゃないから、みんなここで競っちゃうんだけど、上がってきたらここ優先、ここ優先、そしてこういうふうにで座る。じゃあ表一挙やってみましょう。どうぞ。こういうふうに上がってきて、ここを競わないでこういうふうに来て、こっちだから、この足の間に重心のところに、重心の
ここ競ってたら話にならないのね。これほら、これが初心者なのね。で、ここやらないの。それでここは、まあ上がってきた時に、決断した時に、上がってきた時にこういうふうに入ってる。だから全然、こっちに入ってるの。こっちに入らないの。こっちに入らないの。だからこれ強いから、すごく。これ。ね。これこう上がってきた時に、ここにこういうふうに入ってる。そうすると彼が勝手に倒れた。そしてこの肘を出してきた。そう、だから自然とできるようにしてほしいね。それから裏はこういうふうにいなくなって、この手はいろいろこう打つのやめたってこういうふうにね。こうバカってくるの。だからこういうふうに押さえてるの。押さえて後ろを取ってもいい。で、何しろ押さえてるの。そしていなくなって、いなくなったらここ、それが一つ。それからこういうふうに打ってきちゃったこういうふうに、でいなくなるの。同じで、いなくなってこっち、いなくなってこっち、そしたら二つ目ね。だからそれから上がってきた時にこの手あるよね。そう、もういいです。こういうちょっと酔っ払っちゃってそういう形ね。じゃあそれでやりましょう。あの裏ね、裏はだから線とか5とかあるけど、5でもいいってこと。裏は5でもいい。でも表は線じゃなきゃダメ。こういうふうに打ってきちゃったら、落ちてきちゃったらダメなんだよ。わーん、入れないんだよ。だから裏に入る。それからこういうふうに場所作って、彼の場所作って、じゃあ後ろ裏やってみましょう。どうぞ。こう例えばこういうふうに来たら、こう来たね。その時にこういうふうに持って、自分が後ろに入って、四角、彼の四角、それでこういうふうに、そうそう、二挙。これ四角に入らないと、これが生きてるから。あ、やられちゃう。で、四角、もう、ブラインドポイントに入ってれば、こういうふうに。全然こういうふうにやってる。それから、こういうふうに来てね、嫌だよって、こう、よかった。嫌だよってこういうふうに来たの。まあ、こういうふうに来たらね、こう来たら落ちてんだよね。で、嫌だよってこっちまで。そう。そしたら三挙。こう三挙。それで三挙落としてきたら嫌だよって、この肘が、わーそう。こうなったの。で、こう、はい。ぶつけようとしたら、でね。そしたら四挙なの。こう、四挙。こう。ね。それで、こうやって嫌だよって、どうに。ああ、さあ、そうに来た。さあ、そうに来た。そうに来たらね、そうに来たら、こう嫌だよって、こうに来たら、5キロなの。5キロ。そして、こういうふうに、四角からこういうふうに。はい。そういう形ね。じゃあ、こう、一挙やって、こう嫌だよって来たの。嫌だよって。そう。そしたら、こういうふうに来て、持ってきて、四角から、こういうふうに、二挙。で、嫌だよって、そう。あ、いいね。そう。そしたら、三挙。三挙は頭の方ね。で、嫌だよって来たら、どうすんだ？ああ、それ、4挙だよ。そういう感じね。そういう感じ。じゃあ、ちょっとやってみよう。じゃあ、最後、やってみましょう。